大山純神社。大山純神社は、愛媛県今治市大三島町宮浦にある神社。式内社、明神大社、伊予国一宮。旧社格は国平大社で、現在は神社本庁の別表神社。全国にある山木神社、大山純神社の総本社である。また、主催神の大山純神は、三島大明神とも称され。 当社から誕生したとする三島神社は、四国を中心に、新潟県や北海道まで分布する。瀬戸内海に浮かぶ大三島西岸、新大山とする和志が遠山、標高436.5メートル再録に鎮座する。古くは大三島南東部に位置した。三島神社や大山住神社の総本社であり、山の神、海の神、戦いの神として、 歴代の朝廷や武将から尊数を集めた、第三席神を祀る代表的な神社ということもあり、山の神社の総本社とされることもある。境内には、国の天然記念物、大山積神社の楠の木群がある。また、源氏、兵士を、はじめ多くの武将が武具を奉納して、武運長久を祈ったため、国宝、重要文化財の指定を受けた、日本の甲冑の、 約4割この神社に集まっている。社殿、武具等の文化財として、国宝発見、国の重要文化財76件、2014年現在を有し、これらは、使用殿と国宝館に収納、一般公開されている。さらに、昭和天皇のご祭集船として活躍した、葉山丸と四国の海に生息する、魚介類や、全国の鉱石 鉱物を展示した大三島海事博物館、葉山丸記念館が併設されている。近代においても、日本の初代総理大臣の伊藤博文、旧帝国海軍連合艦隊司令長官の山本五十六、をはじめとして、政治や軍事の第一人者たちの参拝があった。現在でも、海上自衛隊、海上保安庁の幹部などの参拝がある。古代には、 第三石神社の名で記録に現れるが、一般的には三島あるいはお島から、大三島大明神や三島社、あるいは単に、大三島と呼ばれた。現在島の名前とされる大三島は本来は神社名であったが、江戸時代以前は、島の名前と特に区別なく、使われていた。明治時代に入り、社名を、大山住神社と定めた。祭神は次の一柱。 大山住神社の鎮座する大三島は古くは、お島と記されたように、神の島とされていた。大三島に鎮座した由来には、諸説がある。境内には、弥生時代の神宝や祭祀遺跡があると言われており、いずれにしても、かなり古い時代から存在したとされる。文献では、古く、俗日本紀、天平神後2年、766年上において、 第三関心十四人下の深海を授けるとともに、神戸を煙を当てる旨が記されている。新昇格直府省大道元年八百六年朝においても、当時の第三石心には神戸として伊予国から五個が当てられ、それは天平神後二年五月三日の府によると記されている。その後の国史では、上和四年三十七年に明神に預かり、 上岸8年、866年に肖像くらい、上岸12年、870年に12位、上岸17年、875年に正二位に少女された旨が記されている。延長5年、927年成立の演技式新名帳では、伊予国落ち軍に第三石神社名神大と記載され、名神大社に列している。 中世から、伊予国の一宮とされたほか、朝廷からは、日本総鎮守の語が歌しされたという。新職、王法理職は、代々を知し、後三島屋が担い、職名を制とした王法理氏を称した。大正四年、1915年、近代社格制度において、国兵大社に列格された、四国地方では、唯一の大社。 太平洋戦争の終戦直後の一時期には、旧帝国海軍関係の貴重な資料や教材を、戦利品として連合国に没収されることを恐れた海軍兵学校から、五福島神社と合わせて約1万点を、法能の名目で預か、いた。そして後に自衛隊が創設されると、自衛隊に返還がなされた。また、GHQ は、刀剣類の異常な、多さを問題視し、 国宝級を除いて処分を命じたが、神社側は密かに途中に取得した。陳珠の森はそれほど広くないが、御神木の河川命を手えのクスノキや奥の院の門となっている、生樹の古門など、境内や近隣にクスノキの巨木が存在する。1322年の陛下や、1722年の洪水で大被害を受けており、往年の姿はないが、 三十八本が、大山積神社の楠木の群の名称で、国の天然記念物に指定、他に、境内から離れた場所にある一本が、愛媛県指定店記念物となっている。大山積神社の節末社の一覧、境内末社境外末社毎年春のお田植え祭、旧暦五月五日と、秋の抜け補祭、旧暦九月九日において、大山積神社の、 お朝さじき殿と新宣伝の間に設けられた土俵で行われる相撲神事である。稲の精霊と一力山による三本勝負で行われ、稲の精霊が二勝一敗で勝つ。相撲は一般に相撲の字を当てるが、ここでは相撲を含めた講義の力比べである相撲の文字を用て一般の相撲とは違うこと、神との力比べを表すとされる。 この神事については、三島大法里朝香の松山寺社奉行所差出書、法営四年、1707年に5月5日9月9日に、相撲を取らせたとあり、また、大三島の瀬戸地区、現今治市上浦町南東部の高区も、寺重職法が、教法20年、1735年に、丹後、5月5日神事の伏尾宮浦優の時ごとあり、 そのうち瀬戸の一人相撲と名乗る儀式あり役人は甘、崎、き、瀬戸に隣接する地区寄りで高徳とも瀬戸と名乗ると記しており、古くからの神事であったことが察せられる、常治三年、1364年の書物にも、相撲奉納の記録が残る。春のお田植え祭りの時には、お田植え神事の前に、そして秋の抜け穂祭りの時には抜け穂神事の後に、行われている。 稲の精霊が勝つことによって、春には豊作が約束され、秋には収穫を感謝するという神事である。全国的にも珍しく、昭和39年、1964年に愛媛県の無形文化財の指定を受け、昭和52年、1977年に条例改正により、県の無形民族文化財に指定が a 2る記録によると、江戸時代は、 現在の今治市上浦町瀬戸の力士によって行われ一番勝負であったとされる。また、明治以降の力士として、堀田金八、藤原騎士造、藤原八次、落ち直寺、松岡栄太郎、藤中八、元岡隆藤原孔子などの氏名が記されており、いずれも10年20年と奉仕してきたようである。また、現在使われている一力山という嗜名は、 藤原一万千の命名による昭和59年1984年を機に途切れていた一人相撲は大三島中学校教諭、落ち秀夫の働きかけにより平成2年の愛媛県地域生活文化研究発表会で大三島中学校生徒により披露されることとな以後道中学校において伝承文化発表会で毎年披露されている 平成6年から10年の間には、大三島中学校生徒会会長、副会長による一人相撲が、実際のお田植え祭りと抜け穂祭りでも奉納された。現在、島並海道開通、平成11年を契機として、地元の若者の中から選ばれた、歴史役、行事役の二人により成人の一人相撲復活が、なされている。大山住神社の文化財には、刀剣、甲冑、 旧戦具などの武器部類の多いことが特色である。これらの多くは、三島水軍の河の一族からの奉納品である。特に甲冑は、日本の国宝、重要文化財指定品の大半が当神社にある。これらは、地洋の及び国宝館で、一般公開されている。出典、2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館、 所有者別総合目録、名称創作員、統計資料、毎日新聞社、2000による。国の重要文化財には76件が指定されている、2016年現在。建造物、彫刻。工芸品、刀剣類、工芸品、武具、書籍転籍、古文書、観光案内書等に、大山住神社には、全国の国宝。 重要文化財指定の部具、甲っ類の8割以上があるとする資料が多いが、8割以上は誤りで、2012年現在国宝、重要文化財に指定されている部類のうち、大山積神社所有品は、約4割である。木造五神像十七区の名祭、兜六刀の名祭、大袖七層の名祭、三島明神宝能武器類の名祭、 指定文化財の名称を理解するために必要最小限のものについて略説。所在地、付属施設、交通アクセス、駐車原点出店。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。